ピエール・エミール・カルティエは、フランス・スダン出身の数学者。フランスの若手の数学者集団のペンネームで、架空の数学者、ニコラ・ブルバキのメンバーであり、同国出身の数学者、アレクサンドル・グロタン・ディークの同僚でもあった。また、1979年に、アンペール賞を受賞した。1932年6月10日、フランスのスダンに生まれ、高等師範学校に進み、 同国出身の数学者、アンリ・カルタンやアンドレ・ベイから数学を学ぶ。1958年にカルティエの論文が評価され、大数期科学における因子中にカルティエ因子と名付けられた。1961年から1971年までストラスブールに滞在し、1979年にアカデミー・フランセーズからアンペール賞を受賞した。2012年、 アメリカ数学会のメンバーとなる。ピエールカルティエマスマティクスジーニアロジープロジェクトハットリストオブフェローズオブザアメリカンマセマティカルソサイティリリーブド2012年11月10日ありがとうございます。